今日も改めて百姓天国、本日は2019年の7月17か8かね、第3火曜日ですけどもね、本日の動画第3弾今日はやる気あるんですけど、これがアップできるかどうかは知りません。さあ、そういうことで、ナースピーマンですけども、バナナピーマンがねそこそこいい大きさになってきましたんで、ちょっと収穫してみようかなって感じですけどもね。はい、こっちですね、バナナピーマンね、毎年、作っておりますが、相変わらず土砂降りでございましてね、ちょっと取り遅れましたね。気づいたらもうこんな感じでね、これ生食可能なピーマンでございます。すいません、ようやくねいい感じに大きさになってまいりました。ちょっと今年遅れたんですけどもね、はい、こんな感じね、ガブガブとねかじっていただいて、ちょっと取り遅れたら完熟になってますけど、よいしょね、よいしょね、こんな感じでございます。よいしょ、雨は多いですけど、まあ風がねないんでまだいいですけど、もうこれ2番手の線量ですけども、こんな感じでね、状況は良くないっすわ。まあまあ今年はしょうがないですね。そちらの白丸ナスの方がまだいい感じですか。まだね後半戦のピあのナス、最後のあちら側にあるのが一番最後の2番手のねピーマンだったりするので、まああの辺に期待するしかないなって感じですけどもね、今年はまあもうちょっとしたら白菜ができてきたり、ちょっとね夏野菜が厳しいので、なんとか今年はそうやって補いますか。よいしょという感じですね。今日もねこれ、バナナピーマン、お客さんにはね1本ずつしか入らないと思いますけども、まあまあ勘弁してください。よいしょ、はい、よいしょ、はい、この辺は綺麗じゃないですか。よいしょ、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 いやー、ずっとね今日はもう朝から雨なんでね、もう体全身ずぶ濡れですが、よいしょ、ちょっと量が少ないかな、はあ、しょ、なんせね日照がこの2週間ないですからね、そらこれこういう時あれなんですかね、あの観光の人たちはなんか農薬病気になりがちなやつはやっぱ農薬撒けば病気にならないんですかうちは使ったことない、知らないですけど、こういう湿気のが多い時のなんか農薬とかっていうのはあるんですかね。俺は全然知らないですけどね。でもまあそれも大変でしょうなというふうに思います。よいしょ、まあ今日はちょっと千両とな、まあ長ナスがぼちぼちねぶら下がってきたので、まあ千両、長ナス、あと丸ナスでなんとか、ナスは出荷はできると思うんですが、よいしょ、よいしょ、よいしょっと、ちょっと量は少ないですけどもね、なんとか、バナナピーマンせっかくできてきたんでね、生食用のピーマンね、ぜひお客様にはねサラダでね、食べていただきたいなと思っておりますよ、はい、もうちょっと早く取れよかったですね。ちょっとまあなり癖をねつけるためにもちょっと最初は早く取ったあげた方がいいんですけども、よいしょ、よいしょ、いやー雨だ、びしゃびしゃでございます体ね。しかしてね、農家においてはそんなことは関係ないですから、こっから
白丸ナス。もうできてきました。ほら、でかい。あららら。ね。ポツポツこの白丸ナスもね。よいしょ。なってきましたな。まあまあまあ。日照が当たらね、もうちょっと早く取れるんですけど。これだけぐらいか。ちゅうことでね。同じような色合いで。ということで、バナナピーマンのね、収穫をしている、ね、百姓農園の動画でございました。よし、はい、以上です。